褒められてるのかディスられてるのかわからないあだ名を考えてください。はい、褒められてるのかディスられてるのかわからないあだ名を考えてください。パパブルーどういうこと？わからない。 JP、 褒められてるのかディスられてるのかわからないあだ名を考えてください。 TikTok。 ディスよ。 TikTok はディス。チバニャン、褒められてるのかディスられてるのかわからないあだ名を考えてください。鬼滅の前歯。ヒカキンが絶対に言わないことは、はい、ハイファイ。ヒカキンが絶対に言わないことは、はい、じゃあ今日は今からチワを練習します。はい、ヒカキンが絶対に言わないことは、あの今日の飲み会ナメダルマとリッキー呼んどいたから。おもろい。ナメダルマとリッキー。キム・ジョンウンが今検索してそうな言葉は、はい、銀ちゃん、キム・ジョンウンが今検索してそうな言葉は、安倍総理、スペース、給料。応援する気が起きない YouTuber の名前とは、はい、応援する気が起きない YouTuber の名前とは、よりひと。普通に応援でき、普通に応援でき。頭良さそうに頭悪いことを言ってください。はい、はい、わき。頭良さそうに頭悪いことを言ってください。ラーメンとそばってどっちがうどんか分かる？そばじゃない。かっこいい。はい、頭良さそうに頭悪いことを言ってください。膝。一瞬信じてくれそうな嘘を考えてください。はい、一瞬信じてくれそうな嘘を考えてください。え、なんかね、コカインなら大丈夫らしいよ。一瞬信じてくれそうな嘘を考えてください。おっぽろってな。おい、今のいいやろ。ハイファイ。一瞬信じてくれそうな嘘を考えてください。え、いや、あいつはやってないよ。はい、JP、 一瞬信じてくれそうな嘘を考えてください。いや、あいつやってるよ。嵐のファンクラブ会員が一瞬で半分になった、何があった？はい、嵐のファンクラブ会員が一瞬で半分になった、何があった？田代まさし加入。はい、嵐のファンクラブ会員が一瞬で半分になった、何があった？しゃぶ。クメルスバッチャ、クメルスバッチャ。はい、はい、嵐のファンクラブ会員が一瞬で半分になった、何があった？はい、はい、社長、スマップが解散した本当の理由とは？ずーっと青い稲妻が攻めてくる。面白い。うまいし、うまいし、やば。ビッグダディがついに曲デビュー、ファーストシングルのタイトルは？はい、ビッグダディがついに曲デビュー、ファーストシングルのタイトルは？感動の一曲で、ちょっとバラード系なんですけど、一枚のバンダナ。うまい。一枚のバンダナ。いい。ビッグダディがついに曲デビュー、ファーストシングルのタイトルは？好きにやるビッグダディ、ビートビガーマン。そういうの分からんって言うの、ビガーマンって。バカやねんと思って。ギルや、ギルだって。めちゃくちゃだから。だから一理ある。一理ある。チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。